はい、今日は どういうテンションでいけばいいですかね、これはね。普通にいきますか、はい、普通にこれをかぶりながらも普通にいくっていう、最後までかぶってる、最後までかぶります、今日は。今日はですね、まあ、先日行われたレベルスをもうちょっと軽くね、秀明会長とともに振り返りつつ、3月9日の、大会に向けて、ちょっと興味深いポイントを解説してみようじゃないかという、これ音が出ます。あ、おっしゃる、おっしゃる、はい、赤に変えない、ダークサイドに、はい、これすごいですね。これ秀明会長のね、はい、コレクションなんですけども、これやばいですね。これはもう叩くと音もするし、テンションが上がるんですよ。これは振るとなるし、しかもこのダース・ベイダーの本当はね、声がボイスチェンジャーがついてるけど、ちょっと壊れてしまって電池入れ替えたんですけど使えなかった、はい、俺これ買おうかと思ってたんですよ、ボイスチェンジャー。これとあと、もう一つ、カイロレーン、どっちがいいかなって。秀明君だとどっち？やっぱベーダー。僕はベーダーですね。カイロレーンはちょっとないな、こいつって思って映画見ちゃうとね、はい、カイロレーンはちょっと情けないからあれだけど、形だけ見ると非常に、はい、洗練されてる。カイロレーンだったらでもダースモールの方がいいかなって。ダースモールはいい、ダースモールはかっこいいですね。まあ何の話をしてるのか分かんなくなって電池がなくなっちゃうんでね、はい、はい、前回、はい、1月24日、年明け一発のレベルス、はい、どうでした？いや、僕は全部はやっぱり松崎の試合もあったので見れなかったんですけど、はい、見てた試合は面白かったな、うん、最後の2部が結構面白かったです、ね、はい、意外とね、お客さんが帰った後の、はい、2部がこの2大会熱いんですよ。前回は面白かったですね。前回もズメキックのビビビビビっていう、はい、KO で経験するような、うん、場内がざわざわざわってざわついたね、試合もあったんですけど、今回もね、最後のざわさん対立島、ね、熱かった。ダウン、先制ダウン取って、途中からざわさんが復活して、そう息子さんも KO しましたし、ね、そう、井戸夢くんがね、KO で、勝って、で井戸夢くんの評価が非常にみんないいんですよ。よくなりましたよね。よくなった。昔見た時よりすごく強くなってきてるんじゃないかなって思う、うん、俺ね、やっぱり菅原道場の家下くんがちょっと有利かなと思ってたんですけど、菅原道場イケイケのパンチャー多いから結構パンチ弱いようなイメージがあったんですけどね。そうなんですよ、それをね、KO したっていうことで、がぜんこう井戸夢くんの評価が非常に上がってきた。そうですね、これで上がってきて上の選手とかとやったら、うん、ずっとまたちょっと楽しみですね、フライ級が、うん、まあ、一部の方、はい、非常にね、はい、僕こう、まあ、ずっと見てたわけですけども、はい、レベルスらしかったなって、これがレベルスなんだなっていう興行だったかなと思って、うんうん、っていうのは、その例えば前半の小屋の対力也、はい、すごく沸かして、はい、があったりとか、渡辺優斗と前田の KO 劇があったりとか、うん、その一元さんにも分かりやすい試合は当然ある中で、その宮越対安行という、はい、非常に一元さんには分かりづらい試合なんですけれども、あれを楽しめる人たちが集まってた、うん、かなと。そうですね、うん、ああいう安行選手のああいう戦い方と宮越選手とのこの攻め合いですね、うん、はい、で、あれってやっぱり安行っていう人間選手をずっとこうレベルスを追っかけてきて、そのレベルス TV や、うん、そのね、いろんな試合などインタビューとかでずっと追っかけて、安行の考え方とかね、うん、そのファイトスタイルとか、その人生哲学も、はい、から変わってるんで。そうですね、あれ脚光を浴びないとすごく、うん、キャラクターが出づらい選手なので、うん、逆に脚光を浴びると実はすごいキャラクターがあるというか、そうそうそう、哲学がすごくありますもんね。でそれをみんな理解した上で、この間の安行宮越っていう試合を、うん、なんか固唾を飲んで見守ってた人たちが多かったなと。多分駆け引きの試合ですよね。そうそうそう、普通の KO 打ち
試合を望む会場だったら、あれブーイングの試合なのかなって思っちゃう。確かに、つまんないなって思う人も多いけど、会場はそんなに、そういう雰囲気じゃなかった。静かではありましたけど、ぐっと、見てましたよね。安井がパッとさばいたところで、おーっていう声が出たりとか、すごい、キャラクターをしっかり理解して、その人の特性を理解して、見てる人が多くて、ああこうレベルスがこう安木君というものをかけてきて、そのお客さんが理解して、そういう試合があってもいいのかなって。そうですね、だからその側面を見て、この人が、この選手はこういう性格だ、こういう戦い方をするっていうのを知ってて見るのとやっぱり違いますよね。だからそれは地道にそうやってやってきて選手を出してるってことはすごくやっぱり大きいですよね。すごくね、まあムエタイもそうじゃないですか。タイのムエタイもこの選手は、この技が得意だから、これが決まるとこう有利になるとか、ね、ギャンブラーはみんな知ってますからね。そうだから今コアなムエタイの場合はコアなギャンブラーが多分ほとんど中心を占めてると思うんですけど、そういう人たちものすごい知ってますからね。だからそういう人たちが日本のキック、例えばレベルスの見に来る人たちがそういうふうに選手のことを知ってくれるとより楽しさが湧きますよね。そういう世界ができつつあるのかなって俺はね、この間すごく感じました。そのタイのギャンブラーはこの選手のロー、あのミドルキック、右のミドルがすごい強くて、こいつのミドルが当たるとこうポイントになるんだ、で一元さんは全くなんでこれがって。それがムエタイのまた判定の難しいところですね。そうそうそう、難しいところなんですけど、それがすごくね、なんかこう、いい形になってきてるんじゃないか。いやもちろん賛否両論ありますよ、安井君の試合スタイルに関して、でも俺はあれを見てやっぱ面白いな、それはね、彼の人間性を知ったり今までの戦い方を知ってるから、なんか非常に入り込むことがこの間できたのかなって。確かに、まあ、外から見てるとね、もうちょっと行けよっていうのは正直思ったりするし、ただ今回はその、パコーンとやった時と違って、相手が宮越君っていうこちらもよく知ってる選手、だから玉砕をするほどではないじゃないですか。そうですね、うまく自分の距離が取れたらそのまま流していいかなっていう。でやっぱり宮越君の攻撃力もあるからこそのこうしのぎ合いなんだろうなっていう、感じが非常にしました。非常に面白かった。相手にすごく安行選手は合わせていろんなあれですよね。だから昔俊太選手とやってる時なんかすごいと付き合いしてたし、すごい盛り上がる試合してたし、そういうところの作り方が良かった。非常に、なんかこのレベルスらしい興行だったなって、非常にいろんなものがその中に入ってる、もちろん K-1 的な打ち合いの試合もあり、それを喜ぶお客さんもいながらも、その人たちもその安行の戦い方を楽しむ土壌があるっていう、なんか確かに、面白い興行で、今後のレベルスの方向性が見えた興行だったかなと思うんですよね。で、奥脇君と、松崎奥脇選手がうまく戦って、そう松崎はいいところが出せなかったなって、最後のラウンドね、頑張って最後必死にいったんですけど ね、あれを4に持ってきてたら違うし、そうね、また違いましたね。3に持ってきたらまた会場ももっと面白かったし、っていうのはなかなか、グリーンクラブの人たちがね、歌ってたの、俺のなんかずいぶん響きのいい入場曲だなと思って、パッと見たらスーツ着た人たちが歌ってバッと並んでくる、並んでるから、これ歌ってるんだと思って、あれ生声で皆さん歌ってます、すごかったですね、初めて見たのかな。後楽園の時は歌わなかったもんね。後楽園の時は、集まる、そう平日ですから、今回はなんとか、来てくださいね。なかなか爽快でした、そういうのも含めて、エンターテインメントの一つとして面白いですね。良かったですね今回、非常に、あとは気になった試合っていうのは、メインは結構面白かったですけど、ああ溝内君対優也、あれはひっくり返しましたね。あれはヒットだけ言うと、若干優也選手有利かなって僕は思います。ただ、前にあんだけ出続けるっていうことで、やられても叩かれても返していく姿勢をずっとやってて、あれはジャッジに
影響しますね。影響しますよね。弱気な表情を見せたんですよ、ゆうやくんが。やだっていう気持ちで押されたんだよね。その部分ですよね。ヒットだけって言うんだったら、ゆうや選手の勝ちで。そうそうそう。だけど、あれを引き分けにしてしまうのも、あの、溝内選手の力なのかなって思いますね。いや、もう無理だ。呼吸が苦しい。いや、これ痛い、痛い。いや、苦しかった。あの、ちょっとレベルスのジャージを着ますね。はい、はい、ダース・ベイダーに合わせてあの、はい、黒の格好したんですけど、はい、水内くんのね、気迫で持ってきましたからね。そうですね、完全に、うん、あれはね、ちょっとやっぱ感動しましたね。いや、いつもらって倒れてもおかしくない状況だったんで、うん、結構フラフラしてて、いや、フラフラしてて、うん、あの、まあでもジャッジドローっていうのは本当にね、いいジャッジだったなって、うんうん、確かに、まあそうだなと思いますね、うんうんうん、細かくつけて、まあ、細かくつけたらゆうやっていう人もいるかもしれないけど、うん、俺はどうだろうなって、はい、うん、やっぱり押されたのは事実だし、うん、そうですね、うん、水内くんの気迫とボディに、うん、効かされたのも事実だし、まあドローだね。あれをやり続けれるっていうのはやっぱりすごいですね、うん、すごい、あんだけの体格差あって、うん、大きいですね、うん、キラーショットを何回ももらってながらもあそこまで持ってったっていう水内くんはもうやっぱり、うん、ちょっとね、でもこう見てると、ずっと見てると、あの、打たれてる数多いじゃないですか。いやー、危ないですね。ちょっと若干心配になっちゃうっていうのは自分が、うん、正直やっぱりちょっと開けていいのかなって、うん、次は、はい、だからこの間ケガ負けしたじゃないですか、はい、中村君に、はい、で俺はタイトルマッチまでちょっと休みましょうという、はい、話で、うん、レベルスではタイトルマッチまでちょっと、うん、タイトルマッチでダメージで一発勝負行こうかなと思ってたんだけど、12月雅也君とやって、はい、まあね、勝ったんであれだったんですけど、やっぱ少しちょっと抜いてほしいですね。そうですね、3、4ヶ月以上は間を空けてもらわないと、ちょっと消耗がかなり、うんうん、少し、ね、うん、総合の選手なんかすごく間空けますよね、うん、そういう時とか、うん、ちょっと心配ですね。まあね、ジム側の人たちもそこら辺は分かってると思うんで、まあ多分水内選手の方も、うん、周りは多分大丈夫だと思うんですけど、まあ多分ちょっと心配な、まあ、勝手に僕らは心配してるだけだと思いますけど、オファーがね、すごく入ってるとは言ってて、俺だから小野寺君から3月にノーキック出してくれって水内君が言われたんだけど、はい、いや、試合がかなり厳しいからダメージはすごいと思うんです、うん、だから俺はちょっと3月は厳しいんじゃないかとは、それは試合前に言っといた、かなり消耗戦になると思ってたし、下手したら KO 負けする可能性もあると思ってたから、結構厳しいと思いますよとは言っといて、うん、ただプロモーターは使いたい選手ですね。そう、使いたいですよね、面白いからね、うん、ただまあやっぱ 3,4 ヶ月空けてほしいなって、うん、また65のベルト巻いてるわけだから、ちょっとね、ダメージ抜いてまた出てきてもらいたいとは思いますね、本当に、うん、で、続いてがやっぱ翔太選手と前口君、はい、僕がちょっと試合前で見れなかったんですけど、うん、一番見たかった試合がこの試合だった。そうね、うん、これは本当に関係者の、うん、中でも結構見たい、先にやってたのは翔太、そう、翔太君が、ね、鉢巻きを倒したストレートパーンってやったらガガーンって効いて、で、そっから結構いっちゃったんだね、翔太君も、うわー、ここで決めちゃおうと思ってそしたところで、そうそうそう、前口選手、パンチが、で、2ラウンド目もやっぱりこう、どうしてもやっぱ行きたい気持ちがすごい翔太君もあって、はい、ボディー、ボディー、ボディーで、ボディー振っといて上が当たったのかな、うん、綺麗に倒れちゃった感じで、うん、これ判定もあるかな、もしくは肘もあるのかなと思ってたけど、うんうん、前口君が見事に自分の方に引き寄せた、判定に持っていく膝だったり肘で決めるだったりっていうのは翔太選手のやり方ですよね。それを前口選手はパンチだけでパンチで強引に倒すっていう、うん、でその1点突破で勝ってしまったっていう、やっぱり勢いの差が出たかなって、うんうん、今強いですからね。そう、前口君が今高橋キビツを倒して乗ってるところと、復帰戦の翔太君っていうところの勢いの、勝ってますけどね、1回ね、復帰戦終わって、の差が出た試合だったなぁとは、思いますね、うん、まあ翔太君ね、まだまだやるつもりでもいるだろうし、で前口君は次大月君でしょ、大月さんですね、はい、俺引退するって聞いてたんだけど、ね、
安行選手に負けたらって言われてましたけどね。まあまあでもやっぱやりたい、そう武道家だからやりたいんですよね。はい、お月様も誰も止められないですよ、うん。そうそうそう、はい、自由人ですから彼は。はい、うん、まあこれはなかなかいいカードですからね。面白いと思います。見たいですよね。はい、これは面白い。なんか先輩後輩かなんか。ジムは先輩後輩みたいです。うん、なんか関係性が。そうですね。僕もちらっと聞いたら、うん、そんなに2人はやってないかもしれないようなことをちらっと言ってましたけど。どこの先輩子は AJ レックス、レックス、はい、懐かしいレックス、うん、はい、船堀にあったレックス、はい、レックスじゃった、懐かしいですね。全日本キックボクシングの、そうですね、全日本キックボクシングのレックスジャパン、はい、清水さんが会長、そうです、清水さんが会長で、はい、はい、そうです。これやっぱノーキックノーライフ楽しみな試合ですね。そうですね、はい、僕もちょっとやっぱこれは見たいなと、大月君と行きたいなと思ってます、うん、はい、前口くんの試合は非常に見たい試合だなと思います。はい、それではですね、3月9日の、はい、もう1ヶ月ちょい前になりましたけど、3月9日の、レベルス41の、はい、ちょっと見どころをちょっとね、語ってみたいと思いますけども、この大会、まあ、第1試合がですね、はい、オープニングが今発表されるところで小倉対、鈴木雄大選手、第1試合が秀丸対片島、で第2試合、小笠原栄作対大野隆、第4試合が、山口博人対中村弘樹、第5試合がライデン対黒田、第6試合が深志対ドゥーリャ、ここから、サムカーも入ってますね。4対4オランダ対、日本のサムカー、4対4、第7試合がサムカー対ムーラ、第8試合がタクヤ対ユセフ、第9試合メインイベント対象戦が日向対ハミシャモーチェという、ことになっておりますけれどもね。ちょっと日向の相手が、はい、1ラウンドを KO 負けしちゃったん で、 あ、それで本当はね47日だから別にいいんですけれども、ギリギリはギリギリ大丈夫なんですけれどもまあちょっとね、うん、あれかなっていうのもありますし、まあ日向的にもね、やっぱ一番の KO 負けした選手とやるっていうテンションがやっぱり下がっちゃうので、これは相手を変えてくれと、こちらの方からお泊まり会長に言ったところ、お泊まり会長たちはその全然、結局ね、このレドワン、日向とやる予定だったレドワンは3月11日に、イタリアかなんかで試合するんですよ。あ、え、結局すぐに うちがそれをキャンセルしたんで、そしたら11日に試合が決まってるっていう、まあ、オランダだったらなんでだよみたいな、やりますよね、うん、でもなんでそんなんでキャンセルするんだよみたいな、感じなんですけど、まあまあやっぱり、ね、期間も47日で、うん、まあ、ルール的にはいいんですけども、まあ、日向的にもやっぱり一番の気を負けした、そうですね、今の日向君はすごくいいところにいるから、うん、強いやつとやるところがいいですね、万全のやつとやってみたいですね。でハミシャモーチェって非常にね188センチでかいですね、うん、188センチで、膝が187か6ぐらいだった、もっと8じゃなかったかな、膝がすごい、めちゃくちゃでかいじゃん。そうでかいんですよ。日向選手は180、180、180、うん、あ、そうですね、うん、じゃあで非常にね顔面の膝が危ない、パンチのコンビネーションから膝っていう感じの、いわゆるオランダリスティの、ちっちゃいリスティの細いバージョンかなっていう感じなんですけど、ね、うん、結構日向選手はやりづらい相手ですね、うん、そう、ミドルで中に入れさせなかったりとかするの得意なんで、できたところにストレート合わせるから、そう最初ね今村と拓也と組んでたんですよ、はい、でうちのトレーナーは拓也の相手危ない、うん、これは危ないよって言ってたのが日向に来たんで、まあ、どうなるかなって、うん、まあ、でもここはね今乗り乗ってる、うん、まあ、今すごく彼自身非常にいいんで、まあ俺はいい試合になるなと。それでここで追加になったのがサムカー選手巻、はい、まあ、いて、これはですねやっぱオランダの物価の人と話しててやっぱり75とか80キロはもういくらでもいるんだと、オランダ、はい、強いのが、うん、強いのがいくらでももう日本では試合の機会ないけども、はい、強くて若いのいっぱいいるんだって話から、まあ、そういうの紹介したいなって、うんうん、じゃあ寒川選手は結構厳しい相手なんですね、うん、どうかなって、うん、そこら辺は分かんないけど、やっぱりそういう今回の4対4って
要はその日本で有名だったりする選手たちじゃなくて、うん、そのアンディ・サワーが日本来た時みたいな、ゾウガリーが日本来た、そうゾウガリーが日本来たりとか、そのマサロ・グランダが、はい、あの佐藤を倒しちゃったとか、はい、ノイリを倒しちゃったとかいうみたいな、もうとにかくその今回の4人って来日することに非常にモチベーションが上がってて、うん、もうテンションが上がりまくってるらしいんですよ。でそういうギラギラした本気のやつらが、本気見せる本気の試合っていうのを、それを迎え撃つ、レベルス側っていうものが俺は見たいなと、うん、そうなってくると、じゃあ、重量級 の, そのオランダの層の厚い中から、はい、どういうレベルがオランダのメインストリームなのかなっていうのを見たい。そう相手を考えたところ、やっぱ寒川君ぐらいしかいないんですよね、うん、じゃあ80キロで日本人って言ってクオリティが高い人がいるかっていうと、なかなか思いつかない。そうですね、なかなか厳しいですね。ね、ヘビー級っていうと、まあライズで言うと、まあ、清水選手、これはライズのチャンピオンだからなかなか ね, そうですね、こっち側に出てもらうのも難しいし、ね、まあ上原選手はね、まあ、どこか K1 に行っちゃいましたし、はい、うん、でもね、そういう世界レベルのギラギラした若者がやっぱりこれだけ4人も揃うっていうのは、僕はすごく、ね、いいですね。この4対4とか5対5っていう、うん、本当は5対5がいいんですよ。5対5だったらまたこうね、うん、先方、次方、うん、まあ次方抜かして、そうそうそう、次はだから5対5やりたいですね。ただその今回のレベルスは本当にその、まあ、さっきも言った無名のギラギラした、はい、本当にもうやる気あふれて、俺は戦績見るとやっぱり40戦50戦60戦やってるんですよ、うん、日本で無名って言っても向こうはキャリアがすごくて、だからその試合数もやっぱ多いですよね。みんな要はチャンピオンレベルなんですよね、日本の。まあアンディ・サワーもそうじゃないですか、二十歳で来ていきなり優勝しちゃうわけですよ。もうその時に相当成績もありましたね。そうそうそう、そういう子たちが来るっていう、それを迎えつつ、日本人っていうものにその非常に面白みを覚えてもらえば、今回で面白かったらまた次回もう一回オランダと今度は5対5でもいいし、はい、やろう、面白いですね。6月もやろうと思ってるんで、オランダの選手ってやっぱ層が厚いし、うん、今下手にタイ人使うよりも面白かったりするのありますからね、うん、タイ人はタイ人って面白いんで、そう面白いんですけ ど, ですけどやっぱ行くから、うんうん、そういうのを見てほしいかなと。アグレッシブですよね、パンチもあるし、でまあそれ以外にもね面白いところがあるんですけど、何か気になる試合は？いや結構多かったですね、うん、先ほどの小笠原栄作選手と大野選手、MA のチャンピオン、これどうですか？これは面白いと思います。面白いよね。大野選手はパンチめちゃくちゃ強いですからね、それで前行って、小笠原選手はもうダイヤの原石なんで、うん、今輝きつつあるダイヤの原石なんで、そう、ね、うん、やっぱりちょっと動きとか見てもちょっと一個違う、抜けてる、うん、すごいと思うんで、僕は小笠原選手がもうちょっと大きくなって那須川天心選手してるのが見たいっていうのは、うん、そうですね、はい、まあまあ体重もね、次は54契約で、うん、ちょっと着実に上がってますね、うん、やるんで、54の次はまあいよいよ6月とかぐらい、5月ぐらいには55でできるかなっていう、トレーナーとまあ今相談 し,、はい、してて、フィジカルの人とも相談してて、まあ6月5月は間に合うでしょうと、5月ぐらいはそれ相応の相手だったら大丈夫ですよっていうことなんで、まあとにかく大野君とどんな試合をするのか。大野選手は相当強いですよ、うん、頑丈なんだよね、はい、うん、すごく頑丈で、パンチも強いし、うん、気持ちも強いと思います、うん、大野選手って誰とやってるんだっけ。大野選手って徳川聖也にも勝ってなかったんですよ。聖也くんって今やっちゃったよね。すごい、うん、この選手で才能ある子だよね。めちゃくちゃ強いなと思ったんですけど、うん、小宮山選手のところの選手、ね、北斗会館でね、はい、選手も勝ってるし、両ペガサス選手も勝ってるし、うん、勝ってる、うん、結構勝ってるんですよね、うん、そうそう、だから県連ですよね。県連です、うん、はい、県連な選手。これでも大野選手が勝って那須川選手やってもまあ面白いかなと思う。そうね、体強いからね、はい、どっちでもいいかなっていう、うん、これやってないの大野君と。やってないのか、天心と。やってないと思います、プロではやってます。あ、やってないんだ、はい、なかなか面白いな。打ち合うから面白いと思います、うん、実現するんだったら、まあ、まあでもその前に小笠原栄作選手が、うん、天心を止めるのは僕だよっていうのを見せてほしいなっていうのが、うん、まあ楽しみ。この試合は結構面白いと思いますね、はい、あと山口選手 と,、うん、と
中村これはもうね、もう約束されたようなもんでしょ。まとめてどついてくる山口選手か一発で決めようとする中村選手。これ同じパンチでも好対照なんですよね。すごくこれは溝内選手も完璧に KO しちゃってるし、うんうん、この中村選手の強さ、たまにね、ポカして負けてるんですよね。そうそう、負けるんだよね。あれ沖縄で、あれ負けたんだっていう時とかもたまにあったりするんですけど、中村選手は面白いですね。これはちょっと楽しみだな。だから俺、鉢巻きはよく山口博徳に勝ったなって。うん、あの時まだ荒削りで今ね、苦手がいっぱいあったんですよ。今、うん、あのこのままあの埋もれていくのかなって一瞬僕は思ったんですよ。うん、そしたらそこからあの上がってきましたね。うん、上がってきた、もう一回倒しようになってきて、これか、あの兄弟結構ね、二人ともいいもんね、うん、すごく。はい、今リベスタカでも山口選手、うん、まあ、チャンピオン溝内選手、うん、で、その今回やる、中村選手、うん、で優也選手で最強継続の優也選手と、あと優馬選手もいますからね。うん、65キロも面白いんですよね。そうですね。それでここから多分深志も65に上がってくるんで、これやったら60、うん、すごいですね。うん、フェザー級だったのに。そうそうそう。もううちの選手フェザー級で勝ってちゃって、深志がもうだって、いやもうスーパーライトきついっすみたいな。フェザー級の時にこの子はちょっとなんでこの体落ちるんだろうと思ってたんですけど、そしたらいきなりスーパーフェザー飛び越えてライト級行っちゃって、そしたらスーパーライトにすぐ行っちゃって65キロ。まあ本当ね、ムクムクでかくなってきて、65からスーパーライトから65、非常に面白いです、本当に。はい、うん、すっごく面白いんでね、これはちょっとね、あのその試金石というか、うん、今後の流れが見られる試合になるんじゃないかなと。これは面白いですね。うん、その次の試合はどうですか。その次のライデン対黒田っていう、これは渋いイブシギン対決、これは黒田ですね。黒田、はい、うん、これはネブロスらしいっていう、ネブロスらしいと思います。はい、これが入りっていうのは渋い試合ですよ。これはね、5ラウンド、5ラウンドですよ。タイトルマッチですよ、ね、はい、タイトルマッチです。はい、これはこれで僕はいいと思います。うん、結構ね、はい、俺は好きなんですよ。この試合はぜひぼーっと見ずに、あのラウンドごとにあのポイントがつくので、そのラウンドを、このラウンドは引き分け、このラウンドはライデン、このラウンドは黒田選手っていう感じでつけていって、でトータルで、今これライデン選手やばいんじゃない、次取らなきゃ負けだよとか、そういう見方をすると多分面白いですね。これはね、これは結構競り合った試合になると思うんですよ。はい、ジャッジ泣かせにどっちがつくのって、うん、いやでも俺はこっちが勝ったな、勝ったと思うなって、4はあれで5は向こうだしとかいうふうに見ると多分面白い、うんうん、面白いですね。ぜひクロートになってもらいたいという試合ですね。あの大野栄作、はい、山口博と中村とはまた違った、違う、はい、またガラッと変わった試合、打ち合うの、う打ち合っているセンスの高いものが打ち合う。そうで、こっちはもう一個頑張ってる、努力して、努力型の選手が競い合う姿っていう、これはこうやってバカーンとか言って劇的な KO が起きるないでしょ。うん、それはないと思いますね。でもすごいのが、黒田選手もそうだし、あのライデン選手もちょっとベテランの域じゃないですか。うんうん、でだけど最近見てて、黒田選手は強くなってるし、なってる、ね、ライデン選手も上手くなってきて良くなってるんです。良くなってるんです。すごく、ね、お互い伸びてるんです。これでもまだ上がってくるんだっていうのをすごく感じてる選手なので、うん、2人最後に一枠な、あね、ここで、うん、タイトルマッチ勝ってもう一回花を咲かせるのが見たいですよね、2人とも。非常にね、これはね、あの黒田君もラスト試合だと言ってますからね。あ、ついに、はい、引退試合だと言ってるので、熱い試合になるんじゃないですか。そうですね。うん、ライデン選手ベルトは持って、いや持ってくると思います。はい、この間挨拶の時もベルト持ってきてませんでしたけど、黒田君は持ってきてて、はい、ダメです。今回は持ってくるように言います。はい、別に、はい、こうしてみるとやっぱりね、あの非常に面白いのかなって、はい、で今のレベレスの後楽園ホール大会、前回神興行でしたよね。そうですね。やーべえな、はい、この興行、はい、最高だよっていうぐらい面白かった、はい、面白かった。ちょっと今神がかってる、うん、後楽園レベレス興行は。いやー、まあ前回ほどにはね、なかなか前回はこう出来上がってたじゃないですか。ちょっとアンディサワーとスーパースターとかありましたよね。うん、あと大月くんと安幸とか、はい、あって、それもありましたね。深井選手のサービスダウンも、そう、サービスダウンもあって、まあ、今回もあると思うんですよ。あるんですか。はい、あると思います、間違いなく。はい、サービスいらないって言ってください。この間の防衛戦もサービスダウンありましたからね。あのダウンにはされなかったですけど、あのサービスダウンだなっていう感じの、はい、まあ、でも逆転してるからすごいですよね。そうね、加藤選手もパンチ強いから、うん、
倒しきられちゃう可能性は十分ある。オランダ人 の, あの爪はすごいですから、ね、すごいからダダダってくるから、うん、結構ね、あのふかしの相手荒いけども非常に攻撃力がある選手、ビデオ見たんだけど荒いです、荒いですけど多分こう勢いで殴り倒しちゃうタイプなので、オランダの選手はあれですよね、入ってこないところに日本人はここは見るだろうってところで打ち込んできますよね、うん、まあ、そこら辺はね、ふかしもちょっとね、今回油断してサービスダウンとかしてると倒しきられちゃうかな、うん、そうだから今回の後楽園のテーマはね、これからのレベルスの方向性、チャレンジですよね。そう、あの9月、前年の9月のレベルスってのは、今までの流れの完成形だったとは思うんですけど、これからのレベルスの方向性を出していく大会で、これから育てていく感じなんで、この大会がどうなるか。そうですね、一、うん、人その中でもオランダの選手の中でキラッと輝くすごいのが出るかもしれないし、そう、まあ、はっきりこの、ね、キックの興行とかいろんなこと考えて4人もオランダ人呼ぶって、そうめちゃくちゃお金かかるし大変なんですよね。頑張りました、はい、すごいと思います。ちょっとやっぱ世界対、まあ、日本っていうのをやっぱり、で今回はね、あのクロスポイントの子が非常に多いんですけれども、次回6月予定してるやつは1月の試合でいい試合した子、はい、それから今回の3月でいい試合した子、4月の大会でいい試合した子の中から選んでいこうかなと、うん、もちろんチャンピオンは当然入ってくるんですけど、チャンピオンでもいい試合した子、はい、っていう子を選抜して、オランダの、次のジム、もう当たりつけてるので、はい、次のジムとの対抗戦に抜擢しようかなと、強いやつは残してほしいですけどね、うん、そうそう、だからその中でいい選手は残していくっていう感じにしたいかなと、はい、うん、思ってるんで、3月9日はこれからのレベルスをこう占う大事な興行で、その実験的な意味合いが非常に強い、はい、うん、でも実験的なと言いながら日本人カードいいの揃ってますしね、うん、何気にね、はい、いいんですよ、やっぱ対外国人は見てても面白いですからね、うん、面白いですね、燃えますね、これはちょっと、3月9日が非常に楽しみなんでね、ぜひ皆さんに来ていただいて、はい、秀明君はジムが終わってからですか、終わったら多分なくなっちゃ う, なくなっちゃうんで、ちょっと交渉中 で, 交渉中で、はい、誰か代替の人をちょっと探しながら今交渉しているところです、はい、ぜひぜひ、はい、来ていただければと思います、頑張って休めるようにします、はい、はい、じゃあ以上です、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。